どうも皆さんこんにちは、セイザーライダーのチャンネルへようこそ。今回は久しぶりにアメリカのマルちゃんを紹介したいと思います。こちらのカップ麺は何回か食べています。それはこちらです。マルちゃん Taste of Asia 豚骨ラーメンの紹介です。 Hearty Pork Flavor 豚骨ラーメンって書いてありますね。こちらは新しいラーメンです。値段は78セントでした。日本円で98円ぐらいですね。ハリケーンマッシュが来た時非常食で食べてました。レンジで使って作ることもできます。でも僕はねレンジを使わないのでちゃんと夜間でお湯を沸いて作ります。火薬とスープのパックがありますね。これを入れてお湯を入れていきたいと思います。はい、お湯を入れてきました。3分経ったので開けてみたいと思います。中身はこういう感じです。まあ見た目はそんなに美味しそうではないですけど食べてみるとね美味しいです。トウモロコシ、唐辛子などが入っていますね。香りは豚骨ラーメンではないですけどチキンラーメンの匂いに近いです。それではいただきます。麺がしっかりしていますね。うまいです。で本当に豚骨ラーメンにね近いです。完全に豚骨ラーメンの味はしませんけど近いです。温まるし麺が進みますね。マジで飽きないですね。こちらは美味しいです。アメリカのカップ麺ってあんまり美味しいのがねないんですよね。でもこちらはねすごく美味しいです。で麺もたっぷり入っていますね。それではスープを飲みます。スープもね出汁があっていいです。点数は98点をあげたいと思います。豚骨のラーメンに近いですけど完全に豚骨ラーメンの味にしてほしかったですね。もうちょっとステップアップした方がいいと思います。文句はそこだけですね。全体的に美味しかったです。ちゃんとしたアメリカのカップ麺でした。安いしうまいしマジでいいです。マルちゃん Taste of Asia 豚骨ラーメンの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。